はじめ建設プレゼンツおうちの話第34話。結露大丈夫？私の名前は籠宮ゆりか。この春住宅メーカーに就職した社会人1年生。とある郊外の営業所に配属された。モデルルーム対応の応援を頼まれた。心の中でガッツポーズ。そう、私は小さい頃から大のモデルルーム好き。様々な角度から質問をして大人を困らせた。まさかその逆襲が待っているとは思いもしなかった。その日、私は意気揚々とモデルルームに。日曜日、混んでいた。アンケートに接客、あっちに動き、こっちに動き、汗をかきながら、あっという間に午前中が終わった。午後、その女の子はやってきた。小学5年か6年くらい。瞳は大きく、バレエでも習っているのか、動きはしなやか。その彼女、質問攻撃が半端ない。しかもその質問が全部結露について。すいません、結露大丈夫ですか？結露カビを作っちゃうんですよね。これから寒くなるとめっちゃやばいって聞きました。どうやって結露を防ぐか教えてください。結露嫌なんです。ママも大騒ぎします。今のアパート窓べちょべちょになるんです。私は一つ一つ丁寧に答える。彼女は昔の私。お家が好きでママが大好きなんだね。彼女は小さなショルダーバッグからメモ帳を取り出し、何やら書き込む。それも幼い頃の私に似ている。ただ疲れた。モデルルームでの一日を終え、染谷先輩と帰る。一杯飲んでいくか？と聞かれ、ぜひ！と答える。生ビールがやってきた時、染谷さんが、このジョッキにできる水滴は、まあ、結露と同じ原理で、というので、私は言った。もう勘弁してください。結露の話は。ちょうどいい家ってなんだろう。家族で話せる距離がちょうどいい。無駄のない広さがちょうどいい。帰りの道のりが思い出作りにちょうどいい。そして今の自分に無理しない予算がちょうどいい。いろんなちょうどいいがたくさん集まるとすごくいいになるのかもしれない。性能、サイズ、価格、たくさんのちょうどいいを家族のちょうどいいに。それがはじめ建設の家です。この番組ははじめ建設がお送りしました。はじめ建設プレゼンツおうちの話。出演高橋ひかる。来週もお楽しみに。代わって東京 FM トラフィックレポート、道路交通情報センター林さんです。はい、高速道路は東関東道の上りの桜インター付近の事故の影響で10キロ、京葉道路の下りは幕張インターで事故のため7キロ、常磐道の上りは三郷ジャンクションで24キロ、東北道の上りは羽生パーキングエリア付近で事故のため14キロ、関越道の上りは高坂サービスエリアで17キロ、中央道の上りは特に首都高速4号線の西新宿ジャンクション付近を先頭に石川パーキングエリア付近まで32キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。東京 FM トラフィックレポート、次は6時57分頃です。この後6時からは長塚圭史さんのイエス明日への便りです。1年間の感謝を込めて歳末セール開催中。カードローンのご利用は貸付条件をご確認の上計画的に。三井住友銀行が6時をお知らせします。